はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もメトロラストライトリダックスの追加ストーリースナイパーチームを継続してプレイしていきます。いや、ちょっと前回は死亡して階段かどっかにあれは詰まっちゃって、あそこが最終チェックポイントになっちゃって動けなかったので、もう残念ながらまた最初からやり直してまたここまでやってきました。と不運続き、ここからやっていこう。もう一回フィルターがもったいない。こう登って、ひとまずこの建物内を制圧しようかと。ここの階段を登ってここで詰まってしまって、前回の動画は動けなくなってしまった。あれから一体何をやってもその場から動くことができなくて、これやっていこう。あれ、そうだ、こっちに2人いるんだ。で、この人を倒してこれ消して、外にいるんだよな、ここ。2人いっぺんに倒すときに、倒そうと思ったら右が錯乱し始めて、銃を乱射し始めて、それでバレたので、今どうなったのか。椅子座った。あ、2人とも椅子座ったのか。どうだろう。よし、いけた。え、バレた。大丈夫か。ガスマスク変えておいて、息をしている感じでガスマスクの買い頃なのかがちょっと分かってきた。一人、二人、よし、違う、なんだ、なんか爆発したよ。回収して、さあこっから外が見えてるけど、中はこんなものか。まだいる。ここにもいましたが、倒して、さあアイテムがあるな。フィルターはない。こっちには、この部屋にはいない。いないね。こっちは切りかかってるけど、一人、一人、ナイフ、みんな背を向けてるな。消して、いろいろあるっぽいぞ。さあ建物制圧 OK。 いろいろあるけど手に入るわけじゃない。フィルターゲット。フィルターはもうこんぐらいあれば安心。ここはさっき、あそこからスナイプしてたんだっけな。どの辺からスナイプしてたんだろう最初。ここはさっき倒したから、ひとまずこの建物内から敵をやるべきだな。外の、この下にはいない。一人、あそこにも一人、そこにも一人か。どうしようかな。この二人が向かい合ってるな。手挙げたもんな今。あ、
今がチャンス。で、2人とも背を向けてる。この2人やろう。おっと、セーフ。今一緒に行った人もいないからね、誰が何かに気づきかけてるとかもわからない。地上2人いっぱいいない？本当にいない？分かり始めたな。分かれ始めたなら奥の方やっちゃおう。はい、ここ。ん？声するな。おっと、そこにいたのか。まずいな。鳴らされた。さっきを取り直していこう。手前行ってたのか。場所が悪かったかも。ちょっと別の部屋から狙ってみよう。あ、ここ窓ない。あ、窓ないというか、登ってここだな。まだ上行ける？上に敵いない。ここ、上に敵。あ、そもそも上の敵倒したんだ。ならば、あ、ジップラインあるな。ここは一人だけなのか。もうちょっと早く打てばよかったな、さっき。一人だけね。じゃあ上にいるやつだな。今度こっち向いてるよ、あいつが。手を上げて、後ろ向いて。こっち向いてる。あれもまだこっち向いてる。二人が背を。これでこいつが背を向ける。で、こいつを倒して、こいつも倒して、そしてこいつも倒す。OK。あー、で、一人移動してるのか。なるほど。じゃあもうちょっとこいつが手前側に来て倒して、倒し、あ、倒して、 OK。 あ、そこにもいた。二人、死体が気づかれたらまずいな。お、二人。うーん、ちょっと様子を伺おう。二人が共に奥へ向かった。で、こっちが死体の方向に。フィルターを交換して、死体バレるな。荷物運んでる二人。絶対気づく？あ、気づかない。ならそこで立ち止まったところを倒して、この二人荷物運んでる。奥の敵倒して、これやっちゃおうかも。よし、もういないね。よし、ジップライン。本当にもういない？いないね。さあ、アイテム回収がない。スナイプした敵はアイテムをドロップしてない。してない。みんなしてない。
ここは本編だと硬い敵がたくさんいた記憶あるな。そして地下を這いずり回ってた気がする。でここっちで OK。 これもう駅の入り口じゃないの。そろそろ侵入成功だ。よし、ファシストどもをボコボコにしてやるか。行くぞ。サボタージュ。これクリアか、もしかして。あ、クリアか短いな。短いの、短いね。10分ぐらいのしかまた経ってないな。まあ、だけどチャプターが終わってちょっとチャプターをまたぐのがちょっとキリが、そっちでもちょっとキリが悪いので、じゃあ今回はここまでにして、じゃあ次回は、タワーパックプレイしていこう。じゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。